今回はこちら神奈川県藤沢市にある江ノ島神社を紹介してきます。よいしょ、暑い。はい、ということで階段登るのが苦手な方でも安心してください。こちらの方にはエスカレーターもあります。エスカレーターあったんかい、ね、祭神は天照総御神がスサノオ三姉妹の女神様です。なんかご利益ありそうなの見えてきた。古くは江ノ島明神と呼ばれていましたが、仏教との集合によって弁天はい、ちゃんと読んでみてください。それでは清めていきます。お願いします。はい、汚れた気持ちはここで全て捨てていきましょうさあ左手から 1,2,3 ラジオ体操ラジオ体操みたいだね。さあ心が綺麗になったのでお参りしていきます。このね、鈴の音、あ、貝殻で作ったなんかこうねはい、数多くの御朱印もありました。ちょっと撮影中横切らないで。失礼しました。御朱印は今回この切り絵の御朱印をいただきました。夏限定って言ってたかな。そう、四季によって模様が違うみたいです。こういう切り絵の御朱印どっかで見たことあるね。以前投稿したあの神社もそう、切り絵の御朱印でした。この日はすごく暑かったんですが、風がね吹いてきて気持ちよかったね。そう、風が吹くってことは神様が近くにいるかもしれないってことだよね。そうだね、もしかしたら見られていたかもしれないね。はい、それではちゃんとお参りしていきましょう。今年も良い年になりますように今更かい、今更かいっていうのは冗談ですけれどもね。何を言おうかな。まあ無事に帰れますようにって祈りました。で、いっぱい食べられますようにの間違いじゃないの。あ、他の時期の切り絵もかっこいいな。はあ、はあ、本当にいい天気だな。 H&K チャンネル、次回の投稿はこちら、あの話題になった月9のドラマの撮影場所でもあるここです。あ、なんか見たことあるこのシーン、あれでしょ、森七菜さんも出てたんだよね。私の好きな間宮くんも出てるんだよね。そうそう、あ、私ドラマ見てないんだけどね。え、嘘、ドラマ見てないの。次回真夏のシンデレラお楽しみに。